はい、チャンピオンズカップ、皆さんありがとうございます。あったかいコメント、そして皆さんぜひよかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。ありがとうございます。はい、はい、というわけですいません、画面も整いましたので、三浦さんすいません、チャンピオンズカップお願いします。はい、行きましょう。チャンピオンズカップは、中京のダート 1800m ですね、はいはい、の G1 ですけども、まず天気は晴れです。今週末も、3乗ともに両馬場が見込めますね。で、はい、まずやはり一番の目玉としてはソダシですよね。もともと本当にもダートに使わってみたいっていうのがずっとコメントありましたけど、ただいきなり G1 っていうのがどうかですよね。スパシャいただきました、ありがとうございます。ムユさん、ユウセイさん、こんばんは。こんばんは、はい、こんばんは。来週中京の指定席が当たり、G1 現地観戦してきますと。素晴らしいです。チャンピオンズカップのメンバー、ソダシが注目ですが、現段階でもなかなか難しそうですねと。馬券は連携が全然当たらないので、来週は、単幅で勝負しようかなと思ってますと。ジャパンカップ取り紙ですが、3連覇的中したので配当もおろされますよ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ナイスでございます。前あの馬券の買い方をスパチャで聞いてくださった方ですよね。うん、なるほど ね、 なるほど ね、 ね、はい、どうもありがとうございます、はい、ナイスでございます、はい、いや、ソダシがどうかですよね。でソダシの陣営のコメントを見ると、まあその歯の治療というのがありましたけど、歯の治療をしたけど、うん、すっかり完治して、調教での歯磨きなど問題なく立ち上げられたと、うん、まあそのダートをこなすという血統背景と54キロでコバとの筋量差が大きいということからチャンピオンズカップになったという話ですけども、うん、まあ、もちろん調教では準備してますけど、実戦でダートを走るのは初めてということなんで、うん、砂をかぶった時にどうかとか、やはり分からない面は多いですよね。そうですよね。まあその黒船の子供ですけど、お母さんのお父さんの黒船はもうダート2戦しかしてませんけど、とんでもないパフォーマンスでしたけど、うん、いきなりやはりあのダートで G1 を買っている馬たちが、相手ってことなので、まあ馬券の買い方としてはやはり頭あって紐なしっていう買い方がいいですよね。そうですね、うん、まあこればっかりはやってみないと何ともわからないですよ、うん、何とも言えないですよね。何もわからないですよね、うんうん、でですね、まあ、次行くと、まあ、去年の勝ち馬、チュアウィザードですよね。チュアウィザード去年このレースを勝ったことによってもちろん人気しますし、この条件も OK ってことを示してますけど、本質的にはもっと長い距離の方が馬なんですよね。あの本当2500ダイオライト記念とか2100の川崎記念とか、距離が2000を超えた方がいい馬なので、あのもっともっと強さを出す馬なので、1800の距離がどうかっていうのはあります。まあその去年勝ってるからもちろんこなしてるんですけど、もっと長い距離の方がベターですね、うん。あとそうですね、帝王ケインズも人気しますよね。帝王ケインズね、うん、これはまあ2走前の本当に帝王賞の勝ち方が半端なく強かったですけども、はい、前走の、金沢で行われた JBC クラシックは4着に敗退。この範囲を何て言ってますか。確かにこれがちょっと気になりますね。この範囲を何て言ってますか。前走は出遅れてしまい、ペースが遅くて行きたがってしまったと。うん、全体的にリズムが悪くなりながらも最後はそれほど才能ないとこまで来てましたと、うん、小回りよりは広い中距離の方が合ってると思う、うん、というコメントがありますね、うん、まあゲートは決めてほしいところですけども、まあ、ゲート練習もしてるってコメントあるし、まあ中距離実際、4走前の名古屋城ステークス買ってますけど、この時はでもまあミチュアルの軽いダートでした。まあまあでも、はい、なので重いダートかどうかっていうのはちょっとありますよね。そうですよね、なんか軽いダートのパフォーマンスがすごすぎてちょっと重いダート、うん、そうですね、どうなんてとこありますよね、うん、はい、まあ、帝王賞も重馬場でしたし、雨の馬場を得意にしてるなっていう印象があるだけに、はい、両馬場の重いダートかどうかっていうのはありますよね。はい、それは同じことはオーベルニューにも言えますよね。オーベルニュー、うん、この中京で3戦3勝なんですよ。でしかも、はい、東海ステークス、平安ステークスと自由賞連勝してて、3走前の平安ステークスなんて58キロの束より重い筋量、背負いながら1秒差の圧勝と、まあ、中京校舎っていうのはとんでもなくあるんですけど、これもでも道悪なんですよ、はいはいはい、なのでやはり重いダートがどうかっていうのは中京でも言えますよね。カフェファラオは、いいメンバーやな。そうですね、フェブラリーステークスで、まあ、1分34秒4で勝ってるように、軽いダートを非常に得意にしてますけど、でも、5走前のシリウスステークスは、
この中京での重いダートで勝ってるんですよ。しかもこの時ってまあ54キロって確かにハンデは3歳馬やから軽かったですけど、まだ馬群に入れない時でずっと外外を回す、コースロスがありながら勝ってるんですよね、うん、なので、はい、カフェファラオは重いダートもこなすっていうのがあるんで、まあこれはまあ言った重いダートもいけると思いますね、うん、はい。コメント欄では皆さんカジノ本店が、確かにカジノ本店のね、カジノ本店は、カジノ本店はもう地方で、非常に強い競馬、まあ言ったら一番の実績は5走前の川崎記念で、オメガパフュームを完封したレースですけど、でも地方の重いダートを得意にしてるんで、中京の両馬場、パサパサの両馬場っていうのは望むところです。なるほど、はい、うん、前走ね、ちょっとどうやろうね、これね、うん、前走どう言ってますかね。なるほどな。金沢に到着してからテンションが、馬房でテンションが上がってしまって、もう精神的にかなり消耗したと、まあ、言ったらレース前にも終わってたってことを言ってますね。今回、展開どうなりますかね。これが行くんですよね。やっぱカジノ本店が。カジノ本店はできれば花切りたいと思います。まあ、控える競馬ももちろんできるんですけど、行けるんやったら行きたいと思いますね。あとインティーぐらいですよね。イキさんのイメージは。いや、インティーはもう追い込み前になってるんで、今行かない、ね。もう行かない。じゃあ。エアスピネル、まあそうやな。まあこれも花は切らないと思うんで。じゃあ、インティー。ごめんなさい、エアスピネルじゃないか。エアスピネルは関係ない。ごめんなさい。間違えた。うん、カジノ本店結構楽に行けるんじゃないですか。ねえ。そうですよね。そうです。エアアルマスと間違えたですね。エアスピネル。そうそうそう。エアアルマス間違えた。エアアルマスもやっていかなかったですね。はい。ね、確かいないですね。多分楽逃げてたんですけど、まあ、いけそうですね。いけるか。いけそう。まあ。意外に前遅いかな。もうむしろだって次やったら外足とかなるんじゃないですか。だってこれ、このメンバーやったら。確かに。まあでも外足も。3レーズ多く言いますね。でも外足は行くと思います。2番手に行くと思います。まあやっぱ砂にかぶされるのが、砂かぶるのが嫌やから、カジノ本店を生かして2番手の外目に育ちっていうのが展開の予想じゃないですかね。まあ、ね、確かにダノンファラオとかサンライズホープも先行馬なんですけど、その点からガシガシ押していって花切る馬ではないんですよね。なので、ね、そう考えたらカジノ本店はこれ点花主張すると思います。短期ですねこれ、うん、はい、うん、なったらとカジノ本店あんま人気ないんやったら買ってもいいと思います。これから行きたいな、なんかもう、はい、ちょっと思ってしまいました。はい、うん、そうですね。アナザートゥルースが、うん、でもこれもね、前走を見てもらって分かりますけど、天の三波の37秒5なんですよね、うんうん、そう考えるとやっぱカジノ本店の方が全然点は早いですね。そうですね、あとそうですね、はい、クリンチャーは、まあ、前走ちょっと宮古ステークスは案外の結果に終わりましたけども、重いダート非常に得意にしてますし、条件的には悪くないように見えるんですけど、左回りがわからないんですよ。あ、なるほど。はい、左回りってダートでは去年のチャンピオンズカップの11着だけで、あと芝でも全、まあ、芝なんですけど、左回りで全く業績がないっていうのが気にはなるんですけど、ただ前走一番ダントツ一番人気で、今回人気がぐっと落としてくるでしょうから、そこは注目する価値はあると思います。砂質重いダートというものの適正の高さは相当高いです。あと誰がいますかね、まあ、ダノンファローあたりもその前走 の JBC クラシックの負けでちょっと人気一気に落としてるっぽいですけど、重いダートは全然実績のある馬ですし、ここまで人気ないんであれば、はい、先行できれば怖さはあると思いますけどね。あとそうですね、あとまあオメガパ、ごめんなさい、オメガパフュームって何かあったんですかこれ。いや、わからないですね。ね、はい、
あとまあスワブアラミスかな、まあ、これもあの言ったらミラコステークス人気で負けてる馬なんの組なんですけどもね、まあ、そういった意味ではね、はい、まあ、ここまで強いメンバーになったらどうかっていうのはありますけど、思いだと得意にしてるんで、まだあと中京でも勝ち星ありますしね、実際ね、ここまでもうまず完全にノーマークになるんやったら、ちょっと注目する価値もあるんじゃないかなと思いますね。はいはいはい、そんなとこかな。あと、まあ、名勝ハリオか、ね、言ったらその都ステークスで負けた馬たちの話をしましたけど、都ステークスで勝利して時計も詰めてきました。今もうめきめきと成長してますよね。1008の距離もこなしましたし、まあ、時計はもっと詰めてこないといけないですけども、思いだあとが舞台っていうのはいいと思いますし、これも怖さはありますよ、ね、打ちつけるのはいいですね、うん、この馬ね。そうですね、本当そうですね、うん、以上ですね。はい、というわけで、いや、たくさん、いや、これ難しいですね、難しいです、うん、馬券的にはでも結構妙味ありそうなレースですね。はい、あの東京大賞典、なるほど、ありがとうございます。はい、いや、というわけで、なるほど、はい、高木さんおっしゃられてるように、KT ブレイブもね、私は前走実は KT ブレイブ狙ったんですけど、はいはい、そう、だからちょっとね、前走から劇的ななんか変化があったらっていうのはあるんですけど、うんうん、でも陣営のコメントは今回の方がさらに良さそうっていうコメントがあるんで、うん、その怖さはちょっとありますけども、うん、まあでも中距離この馬結果出てないんですよね。まあでも4着はあるのか、このチャンピオンズカップで、これ多分チャンピオンズカップでしょ、この4着って。うん、まあ4年前やけど4着なんですよね、うん、まあまあこなせんことはないと思います、うん、まあ全くこれもね、確かに全く人気ないから、確かにちょっとだけ怖さはありますね、うん、以上です。はい、ありがとうございます。いや、皆さんもオメガパフュームのことをお話しいただいてありがとうございます。はい、というわけで、以上、月曜日段階でのチャンピオンズカップのおまけら、はい、チェックでした。ありがとうございます。たくさん